白い1号円対号白い1号円対号白い1号円対号は、大分県宇佐市の軍事遺跡。旧日本海軍、宇佐海軍航空隊の遺構である。幅21.6メートル、高さ5.4メートル。宇佐海軍航空隊の歴史や、戦争の悲惨さを伝えるためのシンボルとして、現在は、周辺地を含め市が買い取り、白い1号円対号史跡公園として整備、されている。 指指定史跡。延泰号の中には、国先沖で引き上げられた冷戦のエンジンとプロペラが展示されている。宇佐海軍航空隊は昭和14年に開設され、同年第12連合航空隊翌年には練習航空隊へ編入。太平洋戦争中の昭和20年には特攻隊となっている。このため、基地施設がアメリカ軍機による激しい空爆や、 機銃装者に何度もさらされることとなった。これは、付近一帯にも大きな被害をもたらし、地元では、地区名にちなんで旗だ大空襲などと呼んでいる。これらの空襲に参加した B-29 のうちの一機が陸軍機、都流の特攻により撃墜されており、その墜落地点となった八面山には、現在、日米両軍の犠牲者を追悼する石碑を、 中心とした平和公園が整備され、毎年追悼式典が行われている。戦後は放棄され、平成9年頃から市が史跡として整備するまで放置されていた。白い一号延滞号以外にも多数の延滞号が残っているが、多くは民家の納屋として使われている。ありがとうございます。